アルニムとブレンターノというのはですね、1800年の頭ぐらいですね。ですから、ベートーベンが生まれてから30年ぐらい経った後なんですけども、アルニムとブレンターノ両方ともベートーベンよりもですから10歳ぐらい年下の、人なんですが、彼らがですね、ドイツの各地に、飛んで、そこで昔からの、民衆の中で、受け継がれているですね、語り継がれている、歌い継がれている、音楽、そして詩ですね、を採集してですね、そしてそれを1巻2巻3巻のですね、大変熱い3巻の、詩集としてですね、出版してですね、そしてそれがその頃のドイツというのはまだ国ではありませんでしたから、ドイツ語の、芸術というものをですね、非常にこう思考する気持ちは強かったんですけれども、その上の、階級の人たち、治めている階級の人たちですね、貴族とかあるいは王様とか、そういう世界ではですね、公用語がフランス語であったりして、なかなか、ドイツ語の、民衆の、歌のようなものがです、記録として残ることがですね、大変少なかったんですけれども、この時代に初めて、アルニムとブレンターノがですね、ちょうどグリムの兄弟と一緒のぐらいなんですけれども、グリムが童話を書いていた頃ですね、彼らがどの3巻の、詩集を完成させるわけですね。そしてそれをゲーテに捧げて、第1巻の、詩集はゲーテがそれに対して非常に丁寧な解説書を書いてですね、そしてその中で激賞をするわけです。これこそこれからのドイツの歌の芸術というものが広がる素地であろうと。そしてですね、そこにですね、面白いことにゲーテは預言者のようなことを言うんですね。これに必要なのは、この詩集、この大作に必要なのはね、いつか現れるであろう、この詩に、これしかないと思える、旋律をつける作曲家であろうと、こういうふうに言うんですね。で、その作曲家が、その1800年代の、冒頭から、数えて、生まれから言うと、あと60年後、1860年。マーラーという人が生まれてですね、でマーラーは1890年代に、この「不思議な角笛」をにたくさん作曲して、ゲーテが予言した通りにですね、残すことになるわけです。そして、それが、例えば聖アントニウスのですね、ちょっと滑稽な歌と申し上げたこの、作品なんかは、第4番の「交響曲の中にも取り入れられていたりとかですね、あるいは「燭光」というですね、「弦光」というですね、美しい曲は、マーラーの2番の交響曲に取り入れられたりですね、角笛交響曲と言われるものにも影響を与える、痕跡をとどめるわけです。さて、次の曲、彼が選んだ、ボストリッジが選んだ曲は「レヴェルゲ」という曲なんですけども、この名はですね、まさに、死んだ古種という題なんですね。戦争で亡くなった、いわゆる後進のために太鼓を叩く、先頭になって立ってですね、軍を率いていくために、みんなを鼓舞するための古種がもう亡くなってしまったと。死んだ古種が、生前にというかね、絶叫しているという、そういうね、非常に、ある意味で殺伐とした歌なんですけども、こんな感じで始まります。Des Morgens Fischen drei und vielen, da müssen wir Soldaten marschieren, das Rest Tralala, 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 lala, schätzen これ何かイキり立ってるとも言えるだろうし、それからある意味でこの焼けっぱちになってるとも言えるですね、もう死の中の行軍ですよね。そして彼はですね、この曲の中で大変印象的なのがね、
トラッラリートラッラレートラッラレーヘーラーっていうふうにね、トラッララって歌うんです。トラッララ、死の行軍をしてる時にですね、そのトラッララトラッララ何かこう怖いものが自分を襲ってくるのをこう振り切るような感じですね。そしてこのしかもこのトラッララの中にですね、あの深いレスギネーションというかですね、あの諦めの気持ちがあるというかですね、ある意味で捨て鉢の気持ちというかですね、まあ、あの勇気と捉えることもできるんだけれども、それと同時にその死を自分で恐れることなく、鼓舞する。そしてその鼓舞する、人間がその、自分自身が古種だっていうわけですからね。これ二重の意味でこう叩くわけですよね。叩きながら、自分の、軍隊をこう送ると。そして、自分自身がその中で、滅亡していくということですね。そしてこの曲はそのちょっと殺伐とした最初の雰囲気からですね、やがてですね大変また陽気なあのマーチに変わるんですね。そこの場面を聞いていただきたいんですけども、歌ってるかというと、あ、ブルーダー、あ、ブルーダー、兄弟よ、兄弟よと、俺はお前を助けることはできないよ、俺はお前を運ぶことはできないんだよ。なんでかというとね、敵がね、私たちを今ね攻撃してるんだ、助けてくれよ、助けてくれよ神様ってね、神様に向かってね、あのちょっとこう、Help me, river, go. Help me, river, go. 神様、助けてくれ。神様というふうにね、神様に対してね、ちょっと唾を吐くようなね、そういうその、やるせない感じでこうここを歌うんですね。これがね、何とも言えない、これはマーラの感覚なんだと思うんですけども、とても軽やかでですね、洒落た。ワンブルーダー、ブルーダー、カンディヒニアトラーゲン、ディヒワンレハーベンゲシュラーゲン、アラーリーバーゴー、ディア、ディアリーバーゴー、トラララ、トラララ、トラララララ ich gehe marschieren dahin zu Gott。 今何て歌ってるかというとね、 ich muss marschieren、 私はこう更新しなきゃいけない、私は太鼓叩いてどんどん進まなきゃいけない、 bis in tot 死ぬまでっていうんですね。これね、恐ろしい感じですよね。This in tot、 こういうふうにね、歌い手さん歌いますね。 This in tot じゃなくて This in tot というふうに歯を食いしばってるような感じで歌うわけです。だから本当にこの曲は、太鼓の音っていうのがいかようにも響くと、鼓舞する音、自分を、放棄するような音ですね、死に向かっていく音ですね。そしてそれを あくまでもこう肯定しなければいけないっていう自分の心を叩き続けるっていうようなあの気持ちですね。そういうその戦争の最中にいるこう人間の置かれたもう極限の状況というのがこの曲の中に出てくるわけです。あのこれよくそのブレンターナとアールニムがですね、こういう歌をですね、民衆の中からよく見つけてきたなと私は思うんですね。でこの、アルミとブレンタノの集めた歌というのはあのもっともっと昔の、からずっと歌い継がれている、詩だったもんですから、あるいはその民謡の一部の詩だったわけなので、結局、別にその、
マーラが死んだ以降の例えば第一次世界大戦とかですね、あるいは第二次世界大戦の大量破壊の戦争の時代ではないと。ですからもうそこここで起きてたいろいろなあの戦争状態ですね、の中で犠牲になっていった人たちの歌が民衆の中でこのように切実な言葉として、受け継がれていたというのがですね、これまたその、民衆の歴史の中の一つの日常というものを残す意味でもとても貴重な資料だったということができると思います。さてもう一曲、彼はボストリーさんが選んだ曲はこれがまたですね、大変、恐ろしいというか深い曲なんですけど、これはまた古酒という名前です。でも少年の古酒、少年古酒ですね、なんて歌うんでしょうか。最初にこれはスネアドラムですね、小太鼓でドドドド、これは何でしょうね。Ich einmal Tambus gesehen, mein Feld mit aus dem Grün.Aus dem Grün wähle ich ein Tambourweh, nicht gefangen wegen. 今ここで何を歌ってるかというと、私は私は1階のっていう感じかな、1階のっていうちょっとこう意味が含まれていて、そして少年古酒です、まあ、でしたです。そして今私はどういう状態にいるかというと、Man führt mich、 私を連れて行きます。どこでしょうか。 Aus dem Gewehr、 仲間から引き離して、 Man führt michaus dem Gewehr, will ich ein Tambourweh, dürft ich nicht gefangen. ここでですね、 wäre ich だったらなって彼が歌うんですね。今までね、これが急に不協になります。だったらな、何だったらなんでしょうね。私が少年古酒でずっといられたらな、そしたらどうだったんでしょうね。だったらドゥルヒトニーシケ、だったら今ここにこんなになって捕らえられていないんだけどもっていうんですね。この人は少年古酒です。だから兵士ではないんですね。兵士が、戦いの中で捕虜になるということは多くあったでしょう。でもここで歌われているのはですね、あまりにも悲しい少年古酒です。一階のこう痛いけな少年がおそらく無理やり、村から連れられて、そして、太鼓を叩く係になったんだけども囚われの身になってしまうわけです。おそらくその村は壊滅したんでしょう。そこに残った彼は Will ich ein Tambour blieben, darf ich nicht gefangen.ここからまた大変残酷な言葉が出てきます。お gegen du hohes Haus, du
sich so frisch wieder aus. Gargen って言葉できました。Gargen って何でしょうか？口臭大です。ということは今この痛い気な何の罪もない少年は捕らえられてですね、口臭大の前にいるっていうんですね。非常に高い建物のその前の高主台にいて、そして、自分は、どういうふうに言われているかというと、Du siehst so furchtbar aus。ひでえざまに見えるぜ。こういうふうに自嘲気味に歌うわけですね。そして、Ich schau dich nicht mehr an, ich schau dich nicht mehr an, weil ich weiß, dass ich gehört lang, weil ich weiß, dass ich gehört lang.ここでとっても一番最後に 大切なことはですね、マーラーがこの消えていく少年をオーケストラでこういうふうに表していることですね。お分かりでしょうか。ここでマーラーはまた、前の、美しいトランペットがここに響くという歌と同じようにですね、蝶々と短調を交互に出していきます。それによって消え去る彼をですね表すわけですね。この恐ろしいこの F へ降りていく、これがまたマーラーの独特な、後でシンフォニーの中でもたくさんたくさん使われる蝶々と短調がこう隣り合わせるその、世界が一般明るく輝いていた世界がですね、一瞬にして暗黒に変わるということを音で、体現したという彼の才能の、現れであります。太鼓が鳴ります。で、今聞いていただいたですね、この一番最後の太鼓。そしてその後のこの静寂ですね、これがマーラの描いたですね、ある命あるものがですね本当に根絶やしにされていく、消滅するという大変残酷な、状況というものを音楽で、しかも一個のスネアドラムでこう消えるんですね、消滅するということですね。すごく恐ろしいその谷間に私たちを引きずり込むというこの3曲をボストリッジが選んだわけです。そしてこのボストリッジの選んでくれたこの戦争にまつわるですね、民衆の歌、不思議な少年、これがですね私たちがこの1月15日にやる2部のプロコフィエフの6番という交響曲とですね、内容的に直結するのであります。